東京の JR 有楽町駅近くで火事があり、東海道新幹線が運転を見合わせるなど、ダイヤが大きく乱れ、59万人に影響が出ています。JR 有楽町駅の目の前の建物で火災があり、今消火活動が行われています。現場は黒い煙が立ち込めている状況です。午前6時半ごろ、東京有楽町でパチンコ店から煙が出ていると通行人から JR 有楽町駅の職員に連絡がありました。警視庁などによりますと、有楽町マリオン向かいのパチンコ店やゲームセンターなど合わせて955平方メートルが焼け、およそ9時間後の午後3時半過ぎに火は消し止められました。視界も悪くなってきて、息苦しくなってくるような感じでして、煙も濃くなってきて、消防の方がパチンコ屋さんのシャッターをもうカッターで切って、もう突入するっていう感じで。この火災で煙が線路の周辺まで立ち込めたため、JR 山手線が全線で運休となったほか、東海道新幹線が東京品川間で運転を見合わせました。 U ターンラッシュを直撃する形となり、JR 東日本と JR 東海合わせて59万人の足に影響が出ました。いつになるか分かんないんで、どうしようかなと思ってて、2時から仕事なんで、結構もうやばくて、もうどうしようもないんで、飛行機とかも取れないんで。警視庁は明日現場検証を行い、出火原因を詳しく調べる方針です。